皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー共感教育としての NVC18 回目シリーズ最終回のまとめを行います。人を思いやる気持ちがこう転じてしまってですね、それが暴力的になってしまう、こういったことを避けるために共感的な関係でいられるコミュニケーションの手法として今回 NVC を紹介してきました。ここで暴力的というのは単なる肉体的なですね、フィジカルな暴力ではなくて言語や態度による威圧とか支配などを含んでいます。今回のシリーズではまず共感教育とは何かということから始まり、共感をベースにしたこの NVC のですね、基本的な考え方、そして4つのステージですね、観察、感情、ニーズ、リクエスト、これに分けて解説をしてきました。共感的な教育の一手法である NVC、この NVC を使う場合と使わない場合の違いについてまず知ることが大事かと思います。そしてこの NVC がどのように有効に作用するか、このビデオなどをご覧になって検証を進めていただけたらと思います。そしてこのフレームを実際にですね、知って使ってみる、日常のシーンでですね、使って応用してみてください。 NVC による効果をそこで実感できるかと思います。こちらリンク&クリエイトのサイトでは制作順のリストやマインドマップを提供しています。今回は共感教育としての NVC18 回目シリーズのまとめをさせていただきました。